ひまわり、アイ・ジラソリーは、マルチェロ・マストロヤンニとソフィア・ローレンが主演した、1970年公開の、イタリア・フランス・ソビエト連邦、アメリカ合衆国の合作映画。日本での公開は1970年9月12日。監督は、ネオレアリズムの一翼を担った、ビットリオ・デシーカ。冷戦期に、ソビエト連邦で、初めて撮影された西側諸国の映画である。 音楽をヘンリー・マン・シーニが担当し、数多くの映画音楽を手掛けたマン・シーニの作品中でも特に評価は高く、主題曲は世界中でヒットした。戦争によって引き裂かれた夫婦の行く末を、悲哀たっぷりに描いた作品で、エンディングでの地平線にまで及ぶ、画面一面のひまわり畑が評判となった。このひまわり畑は、 ソビエト連邦時代のウクライナの首都キエフから南へ5 0 0トルほど行ったヘルソン州で撮影されたものである。数あるローレン主演の映画の中で最も日本で愛されている作品である。2020年にひまわり50周年 HD レストアバンとして上映。第二次世界大戦終結後のイタリア。出征したきり、行方不明の夫の消息を求め。 関係省庁へ日産する女性の姿があった。戦時中、要塞で生計を立てる陽気なナポリ娘ジョバンナとアフリカ戦線域を控えた兵士アントニオは海岸で出会い、すぐに恋に落ちる。12日間の結婚休暇を目当てに結婚式を挙げた二人は幸せな新婚の日々を過ごすが、休暇の12日間は芝叩く間に過ぎてしまう。精神疾患による助体をもくろんだアントニオは、 守備よく、精神病院に入院するが、あえなく作業が露見、懲罰のためソ連戦線へと送られることに。見送るジョバンナに、ケガが、お土産だと笑顔を見せるアントニオら大勢の兵士を、乗せた記者は、ミラノ中央駅を出発する。終戦後、ジョバンナは年老いた、アントニオの母親を励ましながら、夫の帰りを何年も待ち続け、ようやく同じ舞台にいたという男を見つける。 男の話によると、アントニオは敗走中、極寒の雪原で倒れたという。ジョバンナは愛するアントニオを探しに、ヨシフ・スターリンなき後のソ連へ行くことを決意する。当時のソ連は、社会主義国家であり、ジョバンナが降り立ったモスクワは別世界だった。かつて、イタリア軍が戦闘していたという南部ウクライナの街で、アントニオの写真を見せて回るジョバンナだったが、一向に消息がつかめない。 ジョバンナの前に地平線の彼方まで続くひまわり畑が広がる。多くの兵士たちがこのひまわりの下に眠っているという。無数の墓標が並ぶ丘まで案内した役人の男性はジョバンナに諦めた方が良いのではというが、彼女はきっぱりと夫はここにいないと言い拒絶する。やがてとある駅の雑踏の中で戦後も祖国へは戻らずにロシア人として生活している。 イタリア人男性と出会う。しかし彼は多くを語らず、また、アントニオのことも知らないという。ジョバンナは、もしや、アントニオもとかすかな不安を抱く。言葉も通じない異国で、なおも諦めずに、アントニオを探し続けるジョバンナは、ある村で写真を見せた三人の中高年の女性たちから、身振りを交えてついてくるように言われ、一軒のつつましい家に案内される。そこには、 若妻風のロシア人女性マーシャと幼い女の子家中車が暮らしていた。言葉は通じずとも互いに自動を察するジョバンナとマーシャ。マーシャはジョバンナを家に招き入れる。室内には枕が2つ置かれた夫婦のベッドがあった。マーシャは片言のイタリア語でアントニオと出会った過去を話し始める。雪原で投資しかけていた彼をマーシャが救ったのだが、その時アントニオは 自分のなさえ思い出せないほど記憶をなくしていたという。やがて汽笛が聞こえ、マーシャはジョバンナを駅に連れて行く。汽車から次々と降り立つ労働者たちの中にアントニオの姿があった。駆け寄ったマーシャをアントニオは抱き寄せようとするが、マーシャは彼をとどめてジョバンナの方を指さす。驚くアントニオ、やつれ果てたジョバンナ。かつての夫と妻は距離を置いたまま。 見じろぎもせず、互いを見つめ合う。ジョバンナの表情が悲しみで歪み、アントニオが何か用と一歩踏み出した途端、ジョバンナは背を向け、すでに動き出していた汽車に乗せてくれと叫び、飛び乗る。そして、座席に倒れ込むように座ると、見知らぬ、ロシアの人々がキーの目で見る中、声を上げてむせびなく。ジョバンナが去った後、アントニオとマーシャ夫婦は新築の高層アパートに、引っ越すが、 新しい生活のスタートであるはずのその日の晩、アントニオは物思いに沈んでほとんど口をきかない。そんなアントニオを見てマーシャは、もう私を愛してないのと涙を浮かべる。ミラノに帰ったジョバンナは、壁に飾ってあったアントニオの写真を外し、泣きながら踏みつけ、そして男たちと遊ぶ荒れた生活を始める。そんな中で訪ねてきたアントニオの母親は、 ジョバンナの不実を咎めるが、ジョバンナはソ連で見た、アントニオの様子を母親にぶちまける。死んでいた方がましだった、と。月日が経ち、マーシャの許しを得たアントニオは、約束していた毛皮をモスクワで買い求め、ミラノへ向かう。嵐で停電したアパートの暗闇の中、再会した二人だったが、感情がすれ違う。アントニオは毛皮を渡し、もう一度二人でやり直そうと訴えるが、 その時、隣の部屋から赤ん坊の泣き声が、赤ん坊を見て名前を聞く彼に、ジョバンナは赤ん坊の名はアントニオだという。ジョバンナもまた別の人生を歩んでいることを知った。アントニオはソ連に帰ることを決心する。翌日のミラの中央駅、モスクワ駅の汽車に乗るアントニオをジョバンナが見送りに来る。二度と会うことはない二人。 動き始めた記者の窓辺に立ったままジョバンナを見つめる、アントニオ。遠ざかり消えてゆく彼の姿に、ジョバンナは抑えきれず、涙を流し、ホームに一人立ち尽くす。彼を乗せた記者が去っていった。このホームは、以前戦場へ行く若き夫を見送った、その同じホームだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。